ワイド系のパンツって今のトレンドっちゃトレンドじゃないですか。白黒グレーっていう何にも面白ない色味の時に、まぁ、ちょっとワンポイントポンって入れれるかなと。この格好しといて、減点はないけど、プラスもないっていうような感じ。はい、本日ですね、10選、30代から40代の男性の立秋コーデをご紹介していきたいなと思いますということなんですけども、なんでお前上羅やねんと。いきなり上半身裸で始まってんねんっていうと、見せ金を今やってるんですよ。何の意味もない見せ金を今皆さんに見ていただいてます。で、今回のテーマとしては、白と黒の自殺を着ていって、それのコーディネートを、まあ、僕いつも通りまだ適当に若作りコーデやとか、なんかこれはイオンコーデやとか、なんか適当なこと言っていろいろ喋っていこうと思ってますので、そのあたりを見ていただけたらなと思います。でも早速パンツは履いてるし、靴も履いてるから、上着ちゃったらそのままスタートしちゃうので、こっからスタートしていきたいなと思いますので、特に意味はありません。ただ見せたかっただけっていうことなんで、付き合っていただいてありがとうございました。では先行きましょう。この黒 T シャツっていうのがオーラリーっていうところの T シャツ。これ日本のブランドなんですけど、白の方は僕が作ってる T シャツなんですけど、この2枚はもう変えずに、もうこの2枚だけでパンツと靴をガーッと変えていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ではまず黒からいきます。はい、ということで、まずはね、ブラックはもうほんまに王道に、オールブラックで行ってみました。で、オールブラックなんですけども、一応ちょっとトレンドっぽいのも入れてて、何かって言ったら、パンツ。まあ、カーゴパンツとか、こういうちょっとワイド系のパンツって今のトレンドっちゃトレンドじゃないですか。ただ、暑い。だから暑いのどうするっていうと、靴ですね。靴をサンダルにします。他オネオネのサンダルにすることによって、まあ、ちょっと涼しげな。いくらまだお盆開けたからって言って、真っ暗ちょっと暑いでっていう時なんかは、足元をサンダルにしてあげて、ちょっと軽快な感じにしてあげたらいいんかなっていうことで、まず一つ目っていうのが、若作りコーデっていうことになってますね。これが一つ目になっております。で、次っていうのが爽やかにこの白 T でいきたいなと思います。まあオールブラックもいいんですけど、白 T でまあザ夏の定番っていうところでいきたいなと思いますので、いきます。はい、ということでこんな感じにしてました。まあ白 T に薄いジーパンって絶対合うから、まあこのカラーとしてはもう問題ないんちゃうかなと思います。で、足元はもうバンズで合わせちゃって、まあこれは別に白 T でもいけるし、後々に出てくる黒 T もこのバージョンは知るっちゃ知るんですよ。だからまあそんな詳しくはちょっと言うつもりないんですけども、ちょっと色味が足りひん時なんかは足元赤にしましょうか。そしたらちょっと色味があって、こう夏っぽいというか、こうカジュアルな感じになってくるかなと思うので。うん、こっちの方がいいですね。こういう感じにしておきましょう。これがね、まあ普通のザ・夏の定番スタイルになってます。で、あとはその時の気分で、形変えていきましょう。上をちょっとタイトめにするとか、パンツをこうゆったりじゃなくてちょっと細めにするとか、もうそれはその時の気分で変えていきましょう。とりあえず今はこんな感じにしておきました。で、次がですね、ブラックの T シャツに戻るんですけども、ちょっとグレーのパンツを履いて、綺麗な印象にしたいなと思います。で、それの名前をもう僕ずっと最初から決めてたんで、その名前を見ていただきたいなと思いますので、そちらにまずは着替えてます。どうぞこちらです。はい、ということで次はですね、こちらでございます。案を持して登場。オーシャンズイレブンスタイル、もしくは007スタイルということで、日本人は海外の映画に憧れがちなんですけども、大体海外の映画って言ったらこういう感じの綺麗めな格好をして、ちょっとまあ鍛えた二の腕見せて、日焼けさせて、サングラスかけてみたいなイメージじゃないですか。それをちょっと作ってみました。で、足元に関してはまあちょっと上半身とかがもう無地でシンプルすぎるんで、まあ、ちょっと高級な感じであってもいいかなということで、まあ、これはグッチのビットローファーって、もうビットローファーといえばこれグッチが始めたっていうのがね、まあ、定番というか、この一番最初の元祖のモデルになってると思うので、まあ、名作中の名作でもう何十年も続いてるレザーの革靴なんですけど、まあ、これをベースにすることによって、あの人 100% ヨーロッパに憧れてるやろなと。これってこんなん街中で見えんじゃないですか。なんかちょっとこじゃれたとこ行くとか、ちょっと自分をね、映画の主人公っぽくしたいなっていう時なんかは、まあ、こんなスタイルでいくのはいいんじゃないかなと。ということと、まあ、ちょっと T シャツが、まあ、オーバー気味やったっていうところもあったんで、ちょっとだけ折り返してきました。2、3回ピピって折り返しといたんですけど、まあまあまあ、こんな感じでいいんちゃいますかね。で、次が、また白 T に行きたいなと思うんですけど、白 T が庶民的にガッと振り幅変えて、無印のパンツを合わせたいなと思ってるんです。で、その無印のパンツに関しては、僕がよくスーパー行くのは、もう万代っていうスーパーに行くんですね。通称万代コーデっていうのをね、次見ていただきたいなと思いますので、次どうぞ。はい、ということで次はですね、こちらスーパー万代コーデということになっておりまして、まあ、とにかく買い物行くときはもう楽に行きましょうと。で、もうラフに行って、行けるということで、パンツはね、無印の風を通すって言われてるワンタックパンツね。まあ、足元は歩きやすいようにニューバランスの991っていうのを履いて、で、キャップはちょっと色味がなかったんで、色味を足すようとして、これはもうモンクレールのグリーンのキャップを入れました。たまたまね、今年モンクレールからグリーンのキャップで撮って、まあ、黒とかネイビーとか白とかよく見るけど、グリーン可愛いなと思ってね、入れてみたら、まあ、こんな感じで、なんか何にも色ないなと、モノトーン。白黒グレーっていう何にも面白ない色味の時に、まあ、ちょっとワンポイントポンって入れれるかなというところで入れてみました。で、このままちょっとピューって買い物行くと。まあ、特にこれ以上はないんですけどね。ちなみに僕はスーパーで絶対買うのはブロッコリー、キノコ。もうこのあたりも若返り効果山ほどあるので絶対に食べてください。毎日食べても全く問題ない。あと鮭。この3つはもうマストで押さえてくださいっていうぐらい大事になってるので、スーパー万代に行った際はぜひ買ってみてください。そして次がですね、ショーツちょっとストリートに寄せたいなと思ってて、これはまあ、なんていうの、ちょっと大人の万代ファッションなんですけど、万代じゃなくてもいいけどね。万代ファッションなんですけど、次はストリートコーデに行きたいなと思いますので、ストリートコーデに行きます。
はい、では次はこちらになっております。これはですね、ストリート系、皆さん大嫌いおじさんのストリート系になっております。だからこれはちょっと人選ぶというか、これ僕のやつ見てキモいでって思う人も多分いてはるとは思うんですけども、まあ、ストリート系とおじさんのストリート系ってなんか相性悪いんで、ちょっと一個だけいただきました。靴に関しては本当にありがたいね、視聴者さんからいただいたナイキ×ティファニーのシューズっていうことで、本当にまあこれは僕のジム用として最近は使わせていただいてるんですけども、超高額ですからね。まあ、このワンポイントをこのショーツとちょっと合わせに行ったんですけど、若干色味違うね、全く同じ色味じゃないんですけど、一応合わせには行きました。ちょっと似てるかなと思って合わせに行ったけど、ちょっとちゃうなっていう感じもあるので、まあほんまはもうちょっと薄い感じのブルーとかがあればいいなと思ったんですけど、まあこういう、まあミリタリーのカラーやから、まあ合わんことはないかなと思うんですけど、これが板尾路、ストリートファッションっていうことですね。で、次がですね、空港スタイルっていうことで、僕結構旅行行くこと多いんですよ。で、その時に大体こんな格好してますみたいな感じになってるので、移動の時めっちゃ楽ですよっていうところで、また白 T に着替えて、ちょっと見ていただきたいなと思いますので、そちらをどうぞ。はい、ということで次はですね、空港コーデ、まあ移動コーデですね。結構僕の旅行スタイルってもうマジでこのスタイルなんですよ。キャリーケースはこれリモアに似てるけど、リモア風やから全然リモアほど高くないんですけど、このステッカー貼ってるのね、めっちゃ評判いいんですよ。だから全然知らん人からよう声かけられたりするんですけど、まあそれにレザーのリュックかけて、まあこれって雨濡れても、両方とも雨濡れても全然問題ない防水なんで、で、パンツに関してはニードルズのトラックパンツ、ジャージパンツ履いてるんですけど、これがね、横にね、ピンク入ってるんですよ。こうピンク入ってるから、スニーカーでピンクを拾うっていうね。これダンクで、堀米ダンクっていう、東京オリンピックもパリオリンピックも金メダル取ったスケーターのね、堀米くんっていう子がいてるんですけど、その子が、なんと日本人で初めてナイキとシグネチャーモデルを出したっていうことで、もうこれ今プレネなってんちゃうかな。結構いい値段なってると思うんですけど、こういう感じで合わせてみました。まあ、とにかく移動のシーンはね、楽なんか一番いいから、これジャージ素材って寝てても楽ちんやし、こう座ったりとか立ったりとかしても、ウエストがこうゴムなんで締め付けられる感じとかもないし、まあ移動ってなったり、特に海外移動とかなったらもうほんま10時間とか飛行機乗るんで、もうそういう時はだいたいこの間このロス行った時もこれ着て履いてたんですけど、まあこんな感じのコーディネートが多いかなと思います。で、次がね、対照的に祝日とか土日とかに飲み屋さん行く時とかの格好、白 T で行くとやっぱ汚れるから黒 T で行くんですけども、まあそうなったりしたら、じゃあこのおじさんたちの格好いかがですかっていうところがね、こちらです。どうぞ。はい、次はですね、こちらがですね、東京やったら赤羽おじさんで、大阪やったら新世界飲み歩きおじさんっていうスタイルなんですけど、まあとにかく楽なんですよ。こういうちょっと楽な、ちょっとオーバー的な感じで、オーバー的なパンツにしといて、で、足はサンダル。で、サンダルのこのビルケンストックって、まあとにかくおじさん受けがいいので、おじさんは大体履いてるし、お前ビルケン履いてるやないかいっていうところで、大体ビール一杯ぐらいグビッといけるんで、まあそういうところでちょっと知り合う人とも会話ができると。で、おじさんは大体、ボディバッグ持ってます。なので、こういうスタイル。で、行くのは、ちょっと飲み屋とか、気取らない飲み屋ね、赤ちょうちんがあるような、高架下のとこにあるような飲み屋行くときなんかは、もうこの格好で、もう最初汚れてもいいし、トマトとかケチャップついても何にも問題ないし、もうなんやったらボディバッグとかも途中でなくしちゃって、もうしゃあないかっていうような感じのね、コーディネートになってるんじゃないかなと思います。そして次がですね、まあ僕の視聴者さんの中でお子さんいてはる方も結構いらっしゃるので、まあお子さんと遊ぶ時のスタイルっていうところで、僕がもし子供おったりしたら、まあこんな感じで行ければいいなっていうふうに思ってますので、そういうスタイルを見ていただきたいなと思いますので、そちらをどうぞ。はい、と次は公園スタイルっていうことで、まあ子供と公園行く時のね、スタイルっていうことにしてみました。で、基本的にはやっぱ白 T やから一緒に遊びたくはない。見守るのは全然いいよ。こういう感じで見守って、あ、無理しゃがんでとか、そこも登ったあかん、登ったあかんっていうぐらいだったらいいけども、この格好で一緒に遊んじゃうともう、ドロドロになっちゃうし、あとスニーカーも黒とかやったらいいけど、グレーはまた汚れるからね、ちょっと酸化はしたくないんやけども、まあこんな感じでちょっとゆったり待っとくというか、まあ近所のパパ友と喋るんですね、これで。どうなんて言いながら、最近仕事どうですかとか、まあこう1時間ぐらいしたら奥さんの機嫌ようになるから、よし、そうそう帰ろうか、言うて帰るっていうスタイルがこれになってます。モノトーンになっちゃうんで、まあせめてこのサングラスのところでちょっと色味を入れてます。サングラスでブルーを入れてるんですけど、まあこれ以外はほぼ色が入ってないんで、まあモノトーン。で、一応キャップもネイビーっちゃネイビーなんで、まあブルー系をちょっと入れたっていうぐらいなんですけど、まあこれがね、公園スタイルですね。本格的に遊ぶとかってなってきたら、靴をニューバランスからこの他に履き替えてあげれば、もう結構ガチガチで遊べるし、なんか靴下脱いじゃったら濡れてもいいぐらいから、まあそうなってくるとちょっと本格的に遊べるんですけど、まあ白 T がね、やっぱり汚れるから、まあちょっとそのあたりどうかなと思うんですけど、一応そんな感じになってます。で、次がですね、黒 T でフィニッシュいきたいなと思うんで、黒 T2 個でパパッといきたいなと思いますので、そちらをどうぞ。はい、ということでね、いかがでしょうか。これはもう普通ですね。めちゃくちゃ普通。めちゃくちゃ普通なんやけども、なんか人によってだいぶ雰囲気変わってくるかなと思うので、まあ、ザ・休日のお父さんって感じ。
休日のお父さん大体この色の格好をするでしょ。薄いジーパン履いてなんか T シャツ着てるみたいな。で T シャツもなんかその辺にあるようなわけわからんのもうパッて言ってもうこれでええねんとか言いながら行くっていうスタイルですね。でさすがにもう秋口履いてきてるからやっぱこの辺でねジーパンとか行きたいなと思うんですよ。でさらにもうちょっと寒くなったら上パッて羽織れるのがもうこのまま行けちゃうので休日のおじさんではとにかく楽なを求めてるんですよ。だから休日のおじさんは大体こういう感じのスタイルやと思っていただけたら OK です。まあ靴もまあスニーカーにはしてるんですけど、まあ家族にこの格好しといて減点はないけどプラスもないっていうような感じだからもうめっちゃあんたねそんどこで買ってきたのそんなんとは言われへんねんけどもすごい際立っていいかって言われたらそんな感じでもない。やっぱ女子はさっき見てもらった007とかそういうスタイルとかあと次見てもらうようなちょっと綺麗めな感じの方が多分お好きな人多いと思うのでまあたまにねこういう格好するのはいいかなと思うんですけどまあ加点もないし減点もないっていうような休日のおじさんスタイルになってます。で最後っていうのがその綺麗めな感じちょっとビジネスマンっぽい感じのこの黒 T の着こなしでいきたいなと思うんですけどもそれがですねはいということで最後はこんな感じになっております。チェックのまあパンツなんですけどまあこれもう普通にスーツなんですよ。でスーツやけどもう柄がどう見てもなんていうのこうカジュアルっぽく見えるからまあ一応そういう目的で作ったんですよね。僕基本スーツ着いひんからまあちょっとカジュアルにこう業者さんに挨拶行く時なんかはこういう感じで行ったりもするしあと、まあセットアップで作ってるのでこのままジャケット着ちゃえばまあそんなに失礼がないというかこのまま商談したりとか挨拶しに行ったりとかするっていう感じですね。でまあこういうねグリーン系のやつって意外と別々で使えるんですよ。だから上は上で使っといてちょっとパンツにこういうベージュのパンツ合わせたりしたらまあカジュアルでも全然いけるしさっきみたいにパンツだけで使って上にこういうねグレーのニット合わせたりするのもねいけたりとかするので、まあ、結構意外とねこういうのは使い勝手がいいんですけどなかなか皆さんスーツでこの柄は選ばへんと思うんですけどこんな感じですね。だからもうこれはビジネスマンみたいな感じほんまにこのまま仕事も行こうと思ったら行ける会社によっては行けるかなっていうポロシャツにさえしとけば全然会社は行けると思うんですけどこれが以上黒 T 白 T のコーデということになっておりました。はい、ということでね、振り返っていくと、こっちにちょっと出していきますね。まずは、若作りブラックコーデですね。まあ、これは単純にブラックなんですけど、シュレットをちょっとトレンドっぽくしてみたよという、うさんくさいコーデになっておりました。で、次がですね、これも夏の定番モデルですね。薄いジーパンにサングラスに白 T スニーカー。これも、どれが誰がどう見たってもう、普遍的な、50年間変わらない夏の定番スタイルっていうのがこれになってます。で、次また黒 T に戻って、グレーパンツ履いて、007オーシャンズイレブンスタイルっていうのがあったんですけど、あれはもう洋画の主人公スタイルですね。最近トレンドとしてこうインするっていうのが結構まあ流行ってるじゃないですか。だからまあそういう時はちょっと細めのパンツとかの方がまあ大人おじさんは合いやすいと思うんですよ僕みたいにね。でやっぱ太いパンツでインするとやっぱ若い人はかっこいいんやけどもう僕35超えたらなんか似合わなくなってきてるからやめようってことでまあ細い時にインするみたいな感じですかね。で次が白 T に無印のパンツスーパー万代コーデっていうことでさっと行く割にはあちゃんとしてるやんみたいな小綺麗にしてはる人やなっていうもうスーパーの中では小綺麗やねんけども、まあ、これ着てちょっとしないうろうろするのはどうかなっていうような感じなんですけどそういうことで適当にやってました。で次がティファニーのスニーカー合わせたやつなんですけど、まあ、これがちょっと痛いおじさん板おじのストリートスタイルっていうことになっておりまして次が空港スタイル空港で結構楽見た目はまあそんなちゃんとしないかもしれないけど結構楽で移動できますよみたいなスタイルですね。結構皆さんスウェットとか多いんですけどスウェットってちょっと味気ないじゃないですか。だからまあジャージで動くっていうところもまあいいんかなっていうところで次が飲み屋街のおじさんスタイルですね。赤ちょうちんが似合うような感じでボディバッグ持ってもらってうろうろして口上げながら上向いといてもらったら田舎も丸出しっていうのが分かったりもするかなと思いますし次は公園スタイルっていうことで、まあ、ショーツ履いてキャップかぶって公園のスタイルでいいんじゃないかなっていうことやったりで次がジーパン履いて休日のお父さんスタイルですね。まあお父さんやから無難な感じなんですけどまああんな感じになって最後が今着てるようなこのビジネスマンスタイルこんな感じになってるのでちょっと今回あえてシャツとか入れんかったんですよ。もうシャツとか入れたらもう全く原型なくなってくるからパンツと着こなしだけでどこまで変わるんかなっていうのをやってみたくて、まあ、今回は白 T 黒 T に絞って上は変えずに極力下とかで変えていくみたいなあとまあキャップかぶったりとかそういう感じでやってみたんですけど、まあ、僕一応パーソナルカラー持ってるのでカラーの間違いはほぼほぼないと思うんです。ある程度親和性のあるカラーとか無茶苦茶なカラーとかは使ってないので、まあ、できいけるやろうっていうようなカラーリングで合わせたつもりではいてるんですけど、まあ、パーソナルカラーだけ持ってるからちょっと色味だけ合わせて適当なこと言いながら適当なことしてましたっていうようなコーディネートになっておりますので以上ということになっておりました。またねこういうなんか適当コーディネートがお好きな方とかいらっしゃったら例えば T シャツだけじゃなくてシャツでも全然できるしフリースでもできるし何でもまあやろうと思ったらできるのでご要望いただければということで本日はですね30代40代の立春コーデということになっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。